世話になっております、マサルです。今回は IKE について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず IKE とは何か概要をつかむために IPSec の復習をします。その後 IKE のバージョンについてお話をします。最後に IKE のモードについて勉強します。それでは始めていきましょう。 IKE はインターネットキーエクスチェンジの略であり、鍵交換を行うためのプロトコルです。前回勉強した IPSec で IKE 出てきましたよね。 IPSec を構成する要素として AH、ESP、IKE という3つのプロトコルがありますというお話をしました。 AH は認証改ざん検知を行う、 ESP は認証暗号化改ざん検知を行う、そして IKE は鍵の情報を交換したりパラメータの交渉をしてくれます。 IPSec は暗号通信をするために共通鍵暗号方式を利用します。共通鍵を作るために IKE というプロトコルを利用します。 IKE にはバージョン1とバージョン2があります。それぞれの違いを簡単に表でまとめています。バージョン1はフェーズの概念があり、フェーズ1とフェーズ2に分かれて機能します。バージョン2ではフェーズの概念がなく、シンプルに機能します。バージョン1のモードは利用する構成に合わせてメインモードやアグレッシブモードを使い分ける必要があります。バージョン2では特にモードの切り替えは不要です。利用する構成に関係なく柔軟に IKE の役割を果たすことができます。最後に特徴です。バージョン1は昔からある方式で、様々な環境に対応できるように開発を続けた結果、複雑な仕様になってしまっています。そこで IKE のバージョン2が開発されました。IKE のバージョン2ではシンプルな仕様にすることによって複雑な使い分けが不要になっています。ただ試験としては IKE のバージョン2はシンプルゆえにあまり過去問で出題されたことがありません。 IKE のバージョン1の方が出題されやすい傾向があるように感じます。なので今回は IKE のバージョン1についてお話ししていきます。まずは IKE バージョン1のフェーズについてお話ししていきます。フェーズ1ではお互いが正規の通信先であることを認証し、 ISACAMP SA を確立します。 ISACAMP SA は IPSec の制御情報をやり取りする双方向のコネクションです。 ISACAMP SA が確立できたら次がフェーズ2です。フェーズ2ではフェーズ1で確立した ISACAMP SA のコネクションを利用して IPSec SA を作るために必要な情報のやり取りを行います。この時鍵情報の交換も行います。このように IKE はお互いを認証して IPSec に必要な SA を確立しています。さらに暗号通信に必要な鍵の情報の交換もしているので、 IKE は IPSec にとってとても重要な役割を担っています。最後に IKE のモードについてお話ししたいと思います。 IKE バージョン1は利用状況に応じてモードを使い分けます。メインモードは VPN 機器に固定 IP アドレスを設定することができるときに利用するモードです。 IP アドレスの情報をもとにお互いを認証します。一方固定の IP アドレスを使えないモバイル端末から IPSec の通信をしたい場合もあります。その場合はアグレッシブモードを利用します。アグレッシブモードでは認証に IP アドレスを利用しないので、固定 IP アドレス以外からでも IPSec を利用することが可能です。メインモードに比べて暗号化されていないときに送る情報量が多いので、メインモードに比べるとセキュリティ強度は劣ると言われていますが、固定 IP アドレスでなくても利用できるため利便性が高く、アグレッシブモードはよく利用されることがあります。それでは今回も動画ご視聴いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは無料お試し期間もありますので、ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は IKE について勉強しました。 IPSec を構成する一つの要素である IKE ですが、鍵交換だけではなく相手を認証したり SA を作ってくれたり大活躍のプロトコルでしたね。ただ IKE のバージョン1は複雑で分かりにくいという欠点があります。特にモードが覚えにくいですよね。メインモードとアグレッシブモード、どっちがどっちか分からなくなります。
私なりの覚え方としては、セキュリティ強度が高いメインモードはメインで利用する、固定 IP アドレスを利用できない環境では多少セキュリティリスクを許容してアグレッシブに IKE を行う、アグレッシブモードを利用する、こんなイメージで覚えました。皆さんも良い覚え方があればぜひ教えてください。それでは今回も動画ご視聴いただきありがとうございました。お後がよろしいようで。